イエンス・ヤコブ・ベルセリウスは、スウェーデン・リン・シェーピング出身の科学者、医師。イギリスの科学者、ジョン・ドルトンによる複雑な元素記法に代わり、現在でも広く用いられている元素記号を、ラテン名やギリシャ名にのっとって、アルファベットによる記法を提唱し、原子量を精密に決定したことで知られる。また、セリウム、セレン、トリウムといった新しい元素を発見、タンパク質や、 触媒といった科学用語を考案。近代科学の理論体系を組織化し、集大成した人物である。クロード・ルイ・ベルト・レイや、ハンフリー・デイビーら東大の科学者だけでなく、政治家、クレメンス・フォン・メッテル・ニヒや文豪、ヨハン・ボルフガング・フォン・ゲーテとも親交があった。弟子に、フリードリヒ・ベイラーや、ジェルマン・アンリア・ヘスがいる。1779年8月20日。 スウェーデンのリンシェーピング近くの教会区で生まれる。父は、イエータランドの高等学校長、牧師であり、4歳の時に死別した。その後母と再婚した養父も牧師であったが、ママ子たちにも分け隔てなく、接し、幼い息子に対して、同国の博物学者、カールフォン・リンネの足跡をたどれる力をつけるように、悟したと言われる。1793年、 リンシェーピングのギムナジウムに入学したが、昆虫や植物の採集に熱中し、自然の観察に興味を持つようになった。1797年3月、ウプサラ大学医学部に入学したが、科学実験に勤しみ、1800年にメデビの温泉水の分析で卒業論文を提出した。1八百二年にガルバーニ装置の電気に関する研究で医学の学理を取り、 1804年にストックホルムで開業した。医療の傍ら科学の研究をするうちに、カロリンス海学外科学院で医学と薬学の無給助手に採用され、1807年教授に昇格した。1808年にスウェーデン王立科学アカデミーの会員となり、1810年は会長を務め、1818 18年に就寝会員に任命された。 1837年には、スウェーデンアカデミーの終身会員となった。プロイセン皇太子、フリードリヒビルヘルム、ロシア皇太子、アレクサンドル、フランス国王、ルイ・フィリップに信仰した。研究に余念がなく1835年まで、独身を通していたが、友人の妹との結婚に際し、国王より、男爵に除せられた。1848年に、ストックホルムで死去。 ベルセリウスは元素を電気的に陰性な元素と陽性な元素とに分類して、原子は反対電化間の電気的引力により結合して分子を形成するという電気科学的に言論を考えた。さらに、ゲイリュサックの気体反応の法則を根拠として化合物中の元素の構成比を推定し、1828年までにそれまで知られていた43の元素の原子量を 2000以上の化合物を生成、分析することによって決定した。これは、ジョン・ドルトンの求めた値よりも、飛躍的に精度を高めたものである。新元素として、セレン、トリウム、セリウムを発見した。そして、タンタルケイ素ジルコニウムを単体として分離し、リチウムを命名した。また、元素記号を、ラテン語、またはギリシャ語の名称のアルファベットかしら文字で表す。 現在の方法を1813年頃に提唱したが、すぐに普及した。科学を有機化学と無機化学の二つに分け、ハロゲン、同素体、異性体、有機物、触媒、非結晶などの科学上重要な用語や概念を相案した。カロリンス海学外科学院の助手の頃から、スウェーデン語の教科書の著作を計画した。大学で科学を教えるために表した。 科学における教科書全6巻は後に弟子のフリードリヒベーラーにより科学の教科書全5巻としてドイツ語に翻訳されたが当時の最高水準の科学の教科書であった。注釈出典。ありがとうございます。